はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、白金レオです。今回なんですけど、レブナントのぶっ壊れパークを紹介していこうと思います。いやマジで今シーズンレブナントが環境を破壊するぐらいとんでもない機能が実装されているので、そちらをね今回紹介していこうと思います。ぶっちゃけ打ち合いマジで最強なんで、もうこれがねもうしゃがむだけで最強になれる打ち合い方なんで紹介していこうと思います。まずですね、パークをアンロックしなければいけないんですけど、この一番最初にもらえるデスストーカー、しゃがんだ状態の移動速度が上昇って書いてあるんですけど、まずもってレブナントってパッシブでしゃがみ時の移動速度が上昇するストーカーと呼ばれるものが入っています。でこの時点でもすでにしゃがみレレレ打ちがめちゃくちゃ強いんですけど、このデスストーカーをねつけることによってさらに打ち合いが強力になります。というわけで実際デスストーカーどんな感じなのか今から見ていきましょう。訓練場やってきました。まずこのデスストーカーどのぐらいの移動速度なのか訓練場で確かめてみましょう。今ねデスストーカーつけたレブナントを使っています。はい、めっちゃ速い、めちゃくちゃ速いですよね。でこの移動速度なんですけど、今足音が全く鳴っていない状態なんで敵に近づいてもバレません。今回ね試合動画も撮影してるんでね、ぜひね後で試合動画で見てほしいんですけど、敵に全く気づかれないんですよねこの状態ね。で歩きの移動速度どのぐらいが、歩きこんな感じです。でしゃがむとめっちゃ速い、つまり歩きよりも速いんですよ。でこの歩きよりも速いのが何を意味してるかっていうと、レレレ打ち、このレレレ打ちありますよね、これよりもしゃがんでした方が移動速度が速くて、なおかつヒットボックスも小さいっていうね、最強の打ち合い方なんですよね。これやばくないですか？では実際通常キャラの移動速度見ていきましょう。通常キャラの移動速度、しゃがみこれです。めっちゃ遅くない？レブナントに比べると。やばいっすよね。で、レブナントにするとどうなるかっていうと、はい、この速度。もう、ダメですよね、これは。間違いなくダメですよね。とんでもないものを実装してしまった運営さん、まあ、今回間違いなく、まあ、今までねバニホショットガン流行っていたと思うんですけど、レブナントに限った話ではショットガンじゃなくて AR 系とか SMG 系でこうやって連射するのが強いんじゃないかなと思ってます。でこれなんで強いのか今から打ち合いについてね解説していきます。はい、というわけでここからは打ち合い方解説に移っていこうと思います。まず先ほど説明したように立って打つよりも、立って覗いて打つよりもしゃがんだ方が移動速度速いですよって話しましたね。なのでレブナントは基本的にしゃがんで打ち合いましょう。で敵と接敵してる時も走らずに基本的にしゃがんでて大丈夫です。はい、なんでかっていうと敵からしたらやっぱり足音マーカーっていうのが非常に大きな情報源なんですよね。今のエペモバって敵の位置判別するものはもちろんね自分の耳も大事なんですけど、やっぱり画面上に表示される足音マーカーっていうのが一番でかいんですよ正直。でその足音マーカーをたどって敵の位置を割り出して、あ敵ここ一人ここ一人ここ一人ってやるんですけど、レブナントの場合は足音マーカーが出ないので敵に一切情報がないんですよね。なので視認する以外の方法でレブナントを見つけることは不可能なんですよ。なので基本的にはしゃがんで打ち合って大丈夫です。リロード中だ、こんな感じに。でこのしゃがみレレレ打ちのコツなんですけど、なんかこういう風に横移動だけすると普通にエイムアシストに座れちゃうんで、ちょっと長めにするといいかもしれません。これはね僕今回の試合動画ではあんまり使ってないんですけど、長めにするといいと思います。長めにすると切り返しの時あのエイムアシスト引っかかんなくなるんで、ただこれやっちゃ、こういう風に打ち合っちゃうとやっぱり普通にこの中心から動いてないから普通に敵当ててきます。モバイルは PC だとねまた話は変わってくるんですけど、モバイルの場合はね当ててきちゃうんで、ちょっと長めにしてあげると敵からの被弾減ると思います。武器構成なんですけど、連射系の武器2本にしましょう。これめちゃんと理由がありまして、普通のキャラクターはジャンプしながら撃ちます。でレブナントの場合はしゃがんで撃った方が強い、しゃがんで撃った方が強い、こんな感じに。ってなるとショットガンよりも AR を持ってあげる方が火力が出るんですよ単純に。今ショットガンのメリットって何かっていうと、被弾抑制プラス火力を超近距離で火力を出せるっていうことなんですけど、その被弾抑制の部分ぶっちゃけ前のあのジャンプ打ち環境あったじゃないですか、そのジャンプ打ち環境の代用としてレブナントの場合はしゃがみ打ちができるんですよ。他のキャラクターはこんなにしゃがみの移動速度速くないのでしゃがみ打ちできないんですよ。ただレブナントだけしゃがみ打ちがもうジャンプ打ち、前のジャンプ打ちみたいな感じなんですよ被弾抑制テクニックとしてね。今だとこうジャンプしたらレティクル散らばっちゃってまともな打ち合いにならないですよ。なのでしゃがみで被弾抑制しましょう。やばいですねこの火力ね。でしゃがむとどういうメリットがあるかっていうと、 AR っていうか全部来そうなんですけど、立っているよりもしゃがんでる方がレティクル狭まるんですよ。
なのでしゃがみ字で打ち合うとレッツクで狭まった状態で打ち合うことができるんですね。これ非常に強いですよね。フラットラインとかも全部同じ、立ってる時よりもしゃがんでる方がレッツクで狭まる。フラトラとか分かりやすいの、ほらキュッてなるでしょ、キュッて。でこれがあるかないかで近距離の勝率全然変わります。もうフラトラなんてね、こうしゃがみで打つとめっちゃ強いんで、もうやばい、本当にやばい。ほらこんな解けるんですよフラトラって。カービンよりもね全然近距離戦優秀なんでフラトラの方が。なのでフラットラインと、まあ、ボルトとか持つのも全然ありですね。 SMG とか AR 持った方が単純に火力が出るので持ちましょうというお話ですね。まあ今までショットガン環境だと思ったんですけど、ことレブナントにおいてはショットガンじゃなくて AR とか SMG 使った方が絶対に火力が出ます。これよこれで、特に SMG との親和性がめっちゃ高くて、なんでかっていうと SMG ってこうやって覗いた時移動速度そんなに下がんないんですよ、あんま変わんないでしょ。なので AR よりも SMG とかの方が相性は圧倒的にいいんですよ。はい、これができてしまうこれができてしまう、これができるんですよ SMG は。 AR だとやっぱりね移動速度結構下がります、こんな感じに全然違うでしょ。でも SMG はそんなに下がんないんで、この状態で打ち合えるやばい、やばいですよね。はい、まあ、いやまあやばいわけです。というわけで今シーズンの公式チートキャラレブナント、皆さんねぜひぜひ使ってみてください。はい、というわけで今回デスストーカーを使って実際に試合してきたので、そちらの方ね動画公開していこうと思います。めちゃくちゃ面白い試合なんで、ぜひぜひ最後まで見てください。はい、レブナントに関してはパッシブアビリティのストーカー以外にもデストーテムよね、味方と連携するアルティメットアビリティもあるので、まあ、今シーズン本当に単体性能とチーム連携性能両方ともにレブナントが最強なんじゃないかなっていう風に考えています。実際に試合してきたのでそちらの方を公開します。本編どうぞ。いきまーす。リングのカウントダウンがひどすぎる。もうバレてすらいない。一回下がって、そして戻ってきて嫌がって嫌がってる。被弾が少ないね、めっちゃ。やっぱあの被弾量が大幅に変わりますね。あんだけ正面で打ち合ってて75しか食らってないんだよ。被弾はするけど被弾量が圧倒的に少なくなるね。あと武器精度も上がる。はい、首ポキ、はいポキ。なんでバレてんだマジで。もうボットの弾も当たらない。ドゥン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 。いやひどすぎるわマジで。こっちに川月がいる。
いた！いた！痛い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 。へっしょくらったわ。今多分急に顔出てきただろうな今。首ポキしとく？首ポキ。ポキッ。さあフェード戻れません。フラッシュバック使えません。アビリティ使えません。もう待てー。あ、抜けた。シールドチャージ中。いや、どれですか？どれですか？つえー。まあ、しゃがみ打ちが強すぎる、マジで。声奪われてるのこっち。あ、いる。いる。ドゥルンドゥルン。俺がレブなんと。いた。いたわ。お、ラストパーティーいる。さあデスドーテム。おっと。さあドーム使えない。オッケー。ドーム使えなくさして。サイレンスのデモ早いからな、モバイル。さあラストワン。オッケー、ナイス。デスストーカー最強。やっぱデスストーカーナンバーワンっすね。GG!